サードの渡辺直人は前にチャージをかけてきます。バントしたピッチャーの前です。これは今宮うまく転がしていきました。ワンアウトランナーがセカンド、まあ、完璧なバントでしたね、38個目パリーグトップの送りバントの数です。今なんかはサードの渡辺直人がチャージしてますし、はい、そこに転がさずにピッチャーと一塁の間、そうですね、はい、まあ、浅村もね結構いいダッシュで来ましたからね、はい、強くしていればセカンドでアウトっていうパターンもあったと思うんですが、非常にうまいバントを見せましたよね。さあスコアリングポジションにランナーを置いて3番の内川、この試合から本来のレフトの守備位置についてのゲームになります。肋骨の痛みが癒えて、その内川がバッターボックス。現在の打率ランキングです。銀次がトップ、その後3位に内川です。外に持ってきました。松沼さん、どのボール涌井のバロメーターとして見たいですか。やっぱりストレートはね、はい、どれだけ全力で投げてね、シュート回転しないか、まあ、インサイドはねシュートをかけてくる場合が多いので、アウトコースにきっちりとね、はい、真っ直ぐ入っていくかどうかだと思うんですよね。三塁線入りました。セカンドランナー三塁回ってきます。バッターランナーはセカンドに行きました。先制点はソフトバンクホークス。今結局投じたのはスライダーだったんでしょうか。その前のストレートがシュート回転せずにしっかり外角に来てましたよね、はい、そうなんですよね、ですから、あのストレートを基本にね、はい、考えていくパターンだと思うんですよね。しかし今ちょっと浅めに挟んでいたかもしれませんね。どうでしょうかね、まあ、でもキャッチャーがねアウトコースで構えているので、はい、アウトコースのストレートで、外のスライダー、うん、これが2つねきっちりと行きたいところなんですよ、うん、それがインサイドの甘いところに入ったんでね、はい、内側は見逃してくれないですよね。